どうもこんにちは、田村です。今回は世間一般の方がお坊さんに対して持っていそうなイメージ、つまりお坊さんって偉そうじゃねとか、あとぶっちゃけお坊さんっていらないよねとか、そういった黒いイメージ、黒い話題についてお坊さんの立場からお話をしていきたいと思います。僕はですね、もちろん現役のお坊さんでもありますし、もともとは会社員として一般の社会で働いていた経験も割とありますので、今回はその一般の目からも、お坊さんの目からも、そういった両方の視点から中立的なお話が比較的できるんじゃないかなと思ってます。ですので、もしよかったら暇つぶし程度に見てみてください。ということで、今回話す内容なんですけど、大きく分けて、2つとか2本立てですね。1つがぶっちゃけた話、お坊さんには嫌なやつが多いのかどうか、そしてもう1つがお坊さんはなんで偉そうって思われちゃうのかどうか、この2つについてお話をしていきたいと思います。はい、まずお坊さんに嫌なやつは多いのかどうかというところなんですけれども、はい、すいません、多いです。これはですね、統計を取ったわけじゃないんですけど、僕の肌感覚で言うと、やっぱりですね、本当申し訳ないんですけど、結構嫌なやついますよ、お坊さんにも。ちょっとね、あんまり夢のあること言えないで申し訳ないんですけど、はい。で、なんでかっていうと、お坊さんっていうのは、今この現代社会においても、ある程度ですけど、世間一般からは、隔離というか、守られてるじゃないですけど、檀家制度からある程度守られたポジションにいるっていう側面は、正直否定はしきれないと思うんですね。つまり一般的な、例えば営業をやってる会社員ほど、コミュニケーションに気を使わなくていっても、収入が、ある程度は確保できるとか、そういう側面も、ありやすいわけですよ。そういった昔あったお城に乗っかってるだけでご飯が食べられると、だからちょっと勘違いしちゃう人が多いっていうのは、一定あると思います。もちろんその会社員とか役所に勤めながらお坊さんしてる人もいるので、一概には言えないですけど、そういったね、勤めが別にある場合は、そっちの勤めの方に結構一生懸命になっちゃって、逆にお坊さんが副業みたいな形になっちゃってると、そういう意味でお坊さんをいい加減にしてるって人も中にはいるかもしれません。ちょっとこれは分かんないですけどね。ただ真面目な人の方が多いですよ、ここは言っておきます。あとはっきり言うのが僕のポリシーなので、はっきりっていうか正直に言うのが僕のポリシーなので言っておきますと、正直ですね、お坊さんっていうのは、実家がお寺やってるわけじゃないですか。そういう人が多いわけじゃないですか。で、そういう人が結構そのどうしようもない人で、いろんな会社受けたんだけど受かんなかったって人も結構いるわけですよ。結構っていうか、数としては少ないと思うんですけど、実際に何人かはいるわけで、で、そういう人がやっぱりそのお坊さんになっちゃうと、残念なことになりやすいですよね。だからどこの面接でも受かんなかった人がお坊さんになっちゃえば、そりゃね、もしかしたら嫌な人も多いかもしれません。はい、もちろんなんですけど、こういうことを言ってる僕自身気をつけなければいけないとか、まだまだね、正直足りない部分であると思いますし、正直ですよ、田村、話してるお前が嫌なんだみたいな、そういう人もいるかもしれないので、あんまりちょっとね、大きい声では言えないんですけど、そういう側面はあると思います。で、僕も結構お坊さんから嫌なこと言われたりされたりしてるんですよね。だからこそこういう動画撮ってるわけなんですけど、僕の宗派ってお題目を唱える南無妙法蓮華経を唱える宗派なんですけれども、田村くんのお題目はありがたくないねって勘違いしてるお坊さんに言われたことあるんですよ。本当これありえないですよね。こういうことをお坊さんに対して言えちゃうお坊さんって相当調子乗ってますよ。田村くんのお題目はありがたくないって、じゃあお前のお題目はありがたいのかって、どの題目もありがたいよっていうのが僕の答えなんですけど、その人は人のお題目はありがたくないって言えちゃうんですから、すごいですよね。だからその人のお寺の信者さんもきっと、この人のお題目はありがたくない、この人のお題目はありがたいっていう風にその人分けてるんだと思っちゃうんですよ。そういう想像はいいとして、相当な増上マンというやつがやっぱお坊さんにもいますね。はい僕も僕でそういうことを言われた時にちょっと厳しく言い返せばよかったんですけど、僕もどっちかっていうとその社会性っていうかコミュニケーションをちょっと重視する方だとは思ってるので、なかなかね、言い返すと喧嘩になっちゃうじゃないですか。だから笑顔でスルーしたんですけど、そういうのも良くないのかなと。だから誰かがガツンと言ってあげないと、そういう増上マンって治んないと思うんですよね。はい、そんな感じです。あと僕自身が当事者じゃないんですけど、例えばお布施をお坊さんに渡したら、ご冗談でしょうとか言われて、ちょっとそのお布施の入った封筒を額が少ないっていうんで返されたりした人もいるみたいですね。あとはその両親の位牌のお焚き上げをお願いしたら、ゴミ箱に捨てといてって言ったクソ坊主もいるらしいですよ。本当に
まあ、こういうのはその憎しみがですね、その時間が経つ中で憎しみが熟成してちょっと大きくなってるっていう部分も、まあ、否定はしきれないですから、まあ、また聞きである以上何とも言えないですけど、まあ、僕のお題目がありがたくないよって言ったのは本当です。はい、そういうお坊さんいました。まあ、だから結構お坊さんが嫌なやつだっていう風に証明するっていうか匂わせるようなエピソードって結構あるんですよね。僕自身なんだかんだで嫌なやつって思ってる人もいるかもしれないんで、あんまり偉そうなことは言えないんですけど、まあ、とにかく肌感覚とか、あと人から聞いた話とか、あとこの業界にいて感じるものとして、やっぱりお坊さんっていうのは一定数嫌なやつはいますね。結構多いです。ただ誤解のないように申し上げておくと、これはお坊さんだから、お坊さん業界だから嫌なやつが多いというわけではないんですよ。僕はですね、もともと金融機関で働いてたんですけど、やっぱりその会社もですね、結構嫌なやつ多かったんですよね。だからそのお坊さんのコミュニティっていうか、お坊さん業界の中で結構嫌なやつっていうのは確かにいますが、世間一般の会社と比べた時に嫌なやつの割合が特別多いかっていうと、まあそこまででもないのかなとは思いますね。まあ他の業界と比べて、お坊さんの業界だけが、まあ、特別悪い人が多い、悪い人に出会ってしまう確率が高いっていうわけではないと思います。真面目なお坊さんも、結構面白くていいお坊さんも全然いますね。まあ、それはもう公務員さんとかでもそうだし、まあ、会社員でもそうだと思うんですよ。大体の人は真面目なんですよ。で、結構いい人が多いんですよ。ほんと一部だけですよ。あとはまあ、お坊さんだから嫌なやつだって思われやすいのは、要はお坊さんって結構ハードルが高いと思うんですよ。お坊さんって聖職者じゃないですか。だからかなり人格的にも完成してるんじゃないかなって思われやすいですよね。で、そういう高いハードルがある中で、意外と普通だったり意外と嫌なやつだったりすると、もうそれ以上に評価が低くなってしまうっていうのは正直あると思うので、そこはお坊さんの辛いところだとは思います。まあ、ここでちょっと小さいまとめをしておきますと、お坊さんっていうのは確かに嫌な人は結構いるんですよ。ただそれが世間一般の会社と比べて特別高い割合かどうかっていうと、まあ、そうでもなくて、まあ、意外と普通の会社と同じくらいの割合で嫌なお坊さんもいるんじゃないかなっていうのが僕の結論です。まあ、お坊さんっていうのは最初からハードルが高いですよね。聖職者なんでいい人だって当然だと思われちゃうので、だからそういう意味でもちょっとだけお坊さんに不利な要素はあるのかなと思いますね。で、次なんですけど、お坊さん偉そうっていうのが結構 Yahoo とか Google で検索するとあるわけですよ。ということは お坊さん偉そうって思ってる人が多いってことなんですけど、これ多分ですね、理由3つあると思うんです。まあ、1つはお坊さんっていうのは法要を厳粛に行う必要がありますから、偉そうに見えやすいんですよね。で、2つ目がお坊さんってお礼を言わないってこと、そして3つ目がお坊さんはコミュニケーション不足だっていうことが挙げられると思います。まず1個目なんですけど、お坊さんって、まあ、法事とか葬儀とかお通夜とかをするわけじゃないですか。で、時には結婚式なんかもしますよね。だから例えばそういう厳粛な場面で芸人みたいなちょっとコミカルなキャラクターでいたらありえないわけですよ。だからしっかりと品格を保てるような振る舞いをします。当然ですよね。そこはだから偉そうに見えちゃいますよ、ある程度は。僕だってその今 YouTube で話してますから結構フランクな感じですけど、さすがにそのお通夜とか葬儀とかそういった場面ではすごく厳粛な品格を保てるような振る舞いはするようにはしてます。超真面目ですから、そういう時は正直話しかけにくいというか、偉そうって思われちゃってもしょうがないなとは思ってます。ただそこは理解してください。やっぱりその法要っていうのは厳粛なわけで、そのね、お猿さんが法事ごっこをしてるわけじゃないんですから、やっぱそこは本当厳粛っていうか、もう偉そうオーラが出てもいいから厳粛に行うっていうのが務めだなと思ってます。ただそこをちょっと悪い風に取っていただいて、偉そうって思われちゃうのはちょっと違うんじゃないかなと思いますね。で、お坊さんが偉そうだと思われやすい理由なんですけど、これ2つ目の理由が、お布施をもらった時にありがとうございますって言わないんですよね。まあこれは正直一般の会社で働いてた僕もかなり違和感があります。ただ言わないんですよ。で、なんでお坊さんがお礼言わないかっていうと、要はですね、これってまずお坊さんはお布施を、まあ形上は受け取りますけど、それお坊さんの懐に入るわけじゃなくてお寺に入るんですよ。だから要はそのお寺の仏様と檀家さんのやり取りみたいなところはありますよね。だからそれに対してお坊さんは、まあ、もらってお寺に渡すだけなんで、ある意味ではその当事者なんですけど、まあ、当事者性っていうか、俺言うのも変な立場だよっていうのが一つあります。で、もう一つがお坊さんっていうのは、要はその檀家さんからお布施をもらうじゃないですか。で、もらうときにその檀家さんからお布施をお坊さんがもしもらわなければ、檀家さんの布施業っていう修行が完成しないんですよね。ちょっとこれはですね、あの概要欄に動画を貼っておきますけど、昔撮った動画でそのお坊さんのお布施についてですね、ちょっと話した動画があるのでそちらを見てください。で、あのとにかくそのお坊さんっていうのは檀家さんからお布施をいただきます。で、そのいただいたお布施をもし、お坊さんが受け取らなければ
檀家さんの修行が完成しないわけですよね。だからお坊さんが受け取ることで逆に布施行の完成をお手伝いしてるから、だからむしろもらってやってるんだみたいな、そういうあのロジックがあるにはあるんですね。だからある意味ではもらってあげてるんだから、お礼は言わないんだよ、お坊さんはお礼は言わないんだよっていうのは言われたことあります、僕は。まあ、確かにその仏教理論でガチガチに考えれば多分そうなると思います。はい。で、僕自身も、まあそうですね、お礼は言わない方がいいよっていうのは言われたことは、まあ、あります。さっきも言いましたけど、だからお坊さんっていうのはお布施をいただくときにお預かりさせていただきますとか、どうもとか、それくらいで済ましちゃう人が多いのが、まあ、事実なんですよね。だからこれをやってると確かに偉そうだって思われちゃいますよね。これについては僕自身はすごく違和感を感じていて、僕自身はもうありがとうございますって言ってますね。まあ厳密に言うと違うだろうって怒られるかもしれないですけど、まあありがとうございます、お寺に納めさせていただきますって受け取りますね。もうそれでいいじゃないですか。お坊さんがありがとうございますって言ったところで、別にその人の布施行が完成しないとか功徳が積めないってことにはならないですし、ね、ありがとうございますって言った方が気持ちいいと思うんですよね。だから僕は言ってます。はい。で、ここはもう厳密に宗教的に言うと、まあ違うって言われちゃうかもしれないですけど、まあそれはもう別に批判されてもいいです。僕はありがとうございますって言います。で、お坊さんがその偉そうって思われやすいのは、まあコミュニケーション不足が原因ですね。これ最後の理由なんですけど、要はお坊さんって衣を着た時点でなんかちょっと話しかけづらい感じになるじゃないですか。だから僕サムエで話してるんですよね。ここでガチガチの衣着て話すっていうのも、まあありかもしれないですけど、距離感じちゃうじゃないですか。僕も法事とかで結構若い人が来てくださる法事とかも全然あるんですよね。葬儀もお通夜も。で、そういう時若い人と話したいなって時もあるんですけど、やっぱり衣を着るとだいぶですね、距離感がどうしても生まれちゃうんですよ。で、そこで少しでも若い人と話せれば、仏教のこともお坊さんのこともお寺のことも理解してもらいやすいなと思ってるんですけど、なかなかね、衣着ちゃうと距離が空くわけですよね。葬儀とか通夜とか法事の場でおちゃらけるわけにもいかないじゃないですか。厳粛に行う必要があるから、距離ができやすいですよね。ちょっと話せると相互理解もできると思うんですけど、まあ、そこ難しいところですね。まあ、だから例えばそのおときの席とか艶振る舞いの席でしたら、お坊さんっている時あるじゃないですか。そういう時にどんどん話しかけてもらえると嬉しいですね。お坊さんとしてはそう思ってる人が多いと思います。結構ですね、お坊さんってそういうお食事の席に招かれて、で、隣がその結構まあ上座にいる人だったりして、何も話せなかったりすると結構プレッシャーなんですよね。で、こっちから話題振ってもはいとか家で終わっちゃう人もいるので、うわもっと話題合わせてくれよとかちょっと思っちゃったりする人もいるんですけど、結構ですね、やっぱ話しかけられて嫌な人っていないと思うんですね。お坊さんも同じなんで、どんどん話しかけてあげてください。ちなみに余談なんですけど、お坊さんって彼女とか奥さんがいない人も多いんですよ。僕は奥さんいますけど、いない人も多いので、そういう人がですね、若い女性からおときの場とかで話しかけられて連絡先交換したら、もうお坊さんすっごい嬉しいですよ。だからもしですよ、お坊さんかっこいいなとか思う人がいたら、その人はですね、お坊さんにぜひ積極的に話しかけてあげてください。 LINE 交換してあげてください。すごく喜ぶと思います。それは本当です。はい、余談でした。はい、ということで、なんでお坊さんが偉そうって思われるかですけど、これはもう厳粛な法要を営む以上、お坊さんっていうのはある程度そのね、品格高く振る舞わなきゃいけないっていうのと、まあありがとうって言わないことが結構あるっていうのと、あとコミュニケーション不足っていう理由からお坊さんは偉そうって思われやすいですね。ただ実際はそんなことなくて、話してみると結構普通だっていうこともあるので、なんていうんですかね、理解のコミュニケーションの場が設けられないでお互いに誤解しちゃうのってもったいないので、ぜひぜひですね、お坊さんに話しかけてあげてください。結構喜びますから。はい、ということでですね、今回はお坊さんは本当に嫌なやつなのかどうかってことと、あとなんで偉そうとか嫌なやつって思われやすいのかっていうことについてお話をしてきました。少しでもこの動画が面白かったり参考になったという場合は、ぜひですね、チャンネル登録やいいねをお願いします。ということで、最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。